こんにちは。本日2024年11月1日金曜日は、フクロウ好きの皆さんが楽しみにしている年に一度のイベントに行ってみたいと思います。本日はですね、大阪にあるフクロウ雑貨の専門店であるほうほうさんのイベントで、おのぼりほうほう展というイベントが東京原宿のギャラリーで3日間にわたってですね、11月1日、2日、3日の3日間にわたって開催されるということで、昨年に続いてお邪魔してみようと思います。昨年の様子はまた別途動画が上がっていますので、よろしければ合わせてご覧いただけたら嬉しいです。ここが原宿の明治通りのところの交差点で、東急プラザのある道ですね。ここを左側に曲がっていきます。今回のイベントでは、フクロウ雑貨の作家さんの作品がたくさん並ぶということでですね、直接手に取って選べるというのが本当に魅力的なイベントになっていますので、行ってみようと思っています。13時オープンということで、ほぼほぼスタートと同時に行けるように今向かっています。一点ものの作家さんの作品も数多く並ぶので楽しみなのと、あとは洋服とかも好みのが見つかったらぜひゲットしたいなと思っています。竹下口の交差点が、交差点じゃなくて信号機が見えてきました。今日は午後雨のお天気予報なんですが、今のところ雨も降らずいいお天気です。ここが竹下通りです。この近くにある村瀬アキスポーツさんを越えて3つ目を右っていう風にさっき Google マップで調べたので、それを頼りに行ってみたいと思っています。もう一度大阪にあるお店さんの方にもいつか行ってみたいなと思っているんですが、なかなか普段そちらの方面に行く機会が少ないので、年に1回のこちらのイベントは楽しみなところです。こちらのイベントを行かれた方も行かれてない方も、ぜひコメントでいろいろ感想やこれ買ったよっていう報告ですね、いただけたら嬉しいです。昨年行って驚いたのが、本当に平日、しかも雨が降ってたんですけど、平日の昼間に関わらずですね、すごい混んでいてびっくりしたんですよ。まあ後で聞いてみると、やっぱり初日がなんか一番混むというか、一点物だったりいろんな品揃えが豊富な時に来たいっていうふうに皆さん思うみたいで、初日が混むっていうことでしたね。ちょっと間違えました。違ったな。ここじゃなかった。なので今日もね、結構賑わっているんじゃないかなと思います。ちょっと行き過ぎたみたいだったので戻ります。この辺かな。この辺だから。道順に関してはちょっとうろ覚えでですね、自信ないんですが、ちょっと進んでいきたいと思います。あ、ここだ。この突き当たりのこの派手な建物が記憶に蘇ってきました。着きました。
まるちゃんね、まるちゃん会えたね。まるちゃんは足のモフモフがとっても可愛い子です。大豆ちゃん、あ、スピックスちゃんとインドオホッコのハズコちゃん、わー、まるちゃんと可愛い。ソイちゃんです。フクロウのソイちゃん、あ、ラテちゃん失礼しました。そうだ、ソイラテちゃんのラテちゃんの方だ。ラテちゃん、つなしのうさんの飼われているメンフクロウのおこげちゃんです。おこげちゃんどう、今日はいっぱいお客さん来てるね。アフワシのゆめちゃんです。猫型だしね。ゆめちゃんも YouTube に出ているそうなので、皆さんチェックしてみてください。最後までご覧くださりありがとうございます。おのぼり方法展の楽しい様子がお伝えできていたら嬉しいです。行ったよ、行きたかったよなどなど、ご感想お待ちしています。